おはようございます、ケンです。今日もテスラに関する最新の動きをお伝えしていきます。今回のテーマは、テスラが今本気で動き始めた3つの進化についてです。ロボタクシーが新たな市場へと走り出し、次世代の FSD のチップ AI5 はモンスターとまで呼ばれるレベルに進化、そしてソフトウェアのアップデートでは 眠気や車線の逸脱を検知して FSD の起動を提案するという新機能まで加わりそうです。 一見バラバラに見えるこれらの話題ですが実は全て完全自動運転とロボタクシーという未来を見据えた一つの戦略の中で動いています今日のこの動画ではテスラが今どこまで来ていて次に何を狙っているのかを3つの最新ニュースから読み解いてみようかなと思いますテスラの車に乗られている方もそして株を持たれている方にとってもこれらの動きは非常に重要な意味を持っていますぜひ最後までご覧くださいまず最初 一緒にお伝えしたいのは、テスラがロボタクシーをまだ展開していない新しい市場で本格的なテスト走行を開始しているという話題です。メディアによりますと、 これは検証用の車両を走らせている段階で、商用展開に向けた準備が進んでいるとのことです。すでにテスラはテキサス州のオースティンで2024年6月の末からロボタクシーサービスを開始し、さらにカリフォルニア州のベイエリアにも比較的早い段階で拡大しました。ベイエリアでは営業可能区域が約400平方マイル、オースティンでは173平方マイルです。この広さからも テスラが本気でロボタクシーの実運用を進めている様子が伺えます。さらに注目すべきはイーローマスクさんが年内にアメリカの人口の約半分がロボタクシーを利用可能になるだろうと発言している点です。これは裏を返せばそれだけ多くの 都市や州で規制の承認を取り付けようとしているということになります。具体的な候補地としては、ネバダ州、フロリダ州、アリゾナ州、ニューヨーク州などが注目されています。これらの州では自動運転の営業には事前の規制承認が必要です。 実際にアリゾナ州の天日では、ライダーを搭載したモデル Y がテスト走行している様子も目撃されています。ただし、これはグラウンドトゥルースという検証用であり、商用のロボタクシーにはライダーは搭載されません。さらに今月、テスラは iOS 向けにロボタクシー専用のアプリもリリースしました。現時点では、オースティンとベイエリアのユーザーがウェイティングリストに登録できるようになっていて、いよいよ一般ユーザー への本格展開が近づいてきていますテスラはこのロボタクシーの展開において安全性を最優先事項としていると繰り返し強調しています単なる技術アピールではなく社会インフラとしての移動手段にしようとしているという視点で見るとその動きの重みが理解できると思いますでは続いて紹介するのはテスラが開発中の次世代 f s d のチップ ai 5についてです この AI5 のチップはイーローマスクさんがモンスターと呼ぶほどの大幅な性能向上が予定されていて現在のハードウェア4チップとは一線を画すアーキテクチャーになっていると報道されています実際にいくつかの具体的な進化ポイントがメディアの方では明記されています一部を紹介しますと 生の計算性能はハードウェア4の8倍。メモリの容量はハードウェア4の 16GB に対して最大で 144GB まで拡張される可能性があるとされ、これは9倍の規模。メモリ帯域幅もハードウェア4の5倍に向上と言われています。さらにこの AI5 は 単なる性能のアップだけではなくソフトウェアとの密な連携によって FST 専用に最適化された設計になっています。例えばソフトマックスのような AI 演算処理を高速に実行する回路が組み込まれていたり精度の異なるモデルを柔軟に処理できる仕組みが導入されているそうです。このことは将来的にテスラの FST がより大きくより複雑なニューラルネットワークモデルを リアルタイムで処理できるようになることを意味します。つまり FST の判断力や応答力がこれまで以上に人間の感覚に近づいていく可能性があるということになります。さらに注目したいのはこの AI5 チップが車だけではなくテスラの人型ロボットのオプティマスにも搭載される可能性があるという点になります。メディアでは ロボットのコスト構成の中でも AI チップが大きな割合を占めるかもしれないと記載されています。イーロンマスクさんは現在のハードウェア4チップでも人間より2位から3倍安全な自動運転が可能だと述べています。そして今後の最適化によって10倍以上の安全性を実現できるとも語っています。つまり AI5 は 単なる FST 用のチップというだけではなく、テスラの自動運転戦略の核であり、さらにロボティクスや AI 事業にも直結する頭脳とも言える存在です。では、ここからは FST ソフトウェアの最新アップデートに関する話題です。対象となるのは2025.32.3というバージョンで、テスラのハッカーのグリーンさんによって注目の新機能が発見されました。 この機能は運転中の眠気や車両の逸脱の兆候を検知し運転者に FSD の起動を促すという内容です。メディアによれば次のようなメッセージが含まれていたとのことです。まずは車線の逸脱を検知したら FSD を使って集中を保ってください。そして眠気を検知したら FSD で集中を維持してください。 このようなメッセージが出るということになります。これまでの FSD はあくまでドライバーが常に監視していることが前提の運転支援機能でした。しかし今回のアラートは運転者の集中力が低下している状況を検知し FSD を提案するというこれまでとは逆のアプローチとなっています。この変化は FSD の責任範囲が 徐々に広がってきててきいいいるるととうことを示ししかもしれません今はまだ支援の位置づけですが、テスラが目指す無監督の FSD へと向かうための布石とも考えられます。さらに、イーローマスクさんは次の FSD のバージョンである V14 についても言及していて、まるで生きているようだと表現されています。眠気の検知や車両の逸脱という機能は単に安全性を高めるだけではなく、テスラがドライバーの状態までを把握しながら だから徐々にに車側の判断をを高めていく過程を示すす非常に象徴的な機能だと言えますでは、こうしたハードとソフトの進化が意味するものは何なのか。最後のセクションでは、それらの情報を総合的に振り返りながら、今後の注目ポイントについて整理していきたいと思います。 はい。では、ここまでテスラが今まさに進めている3つの最新の動きを見てきました。ロボタクシーの新たな市場への展開、モンスターと呼ばれる次世代 AI チップ AI5 の開発、そして FST が眠気や車両の逸脱を検知して軌道を促すというソフトウェアの進化、それぞれは 単体でも大きなニュースですが、実は全てが一つの未来像につながっているのではないかと思います。それはイーロンマスクさんがずっと掲げている完全自動運転とロボタクシー社会の実現です。ハードウェアでは AI5 のような大幅な計算性能の向上、ソフトウェアでは FST の判断力とユーザーのインタラクションの進化、そして現実社会ではロボタクシーを走らせるための 規制、インフラの整備、これらが同時に動いているというのは 偶然ではなく戦略的に仕組まれた進行だと考えられます。今日の動画で紹介した内容は全て実際に起きていることです。これは将来の夢物語ではなく、すでに起き始めている現実なんです。テスラに乗られている方にとっては、日々のドライブがどんどん快適になっていく。投資家にとってはこの進化が収益や株価にどう影響しているのかを見極める材料になる。そして何より、 これからの移動の常識が変わる可能性を今回の話題から少しでも感じていただけたら嬉しいなと思います。そして今日のこの動画が少しでも参考になったと思われたらぜひ高評価とチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そして皆さんが今回の3つの進化の中でどれが一番響きましたかコメントでぜひ教えていただければと思います。今後もこうしたテスラの最新情報や進化っていうのを,を分かりやすく解説していきたいと思いますので 引き続き続チェックだだけけししていいいただけると嬉しいなと嬉な思います。では、最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は上げておりまして、現在366ドルと結構大きく上がってきている状況となっております。はい、では本日の内容は以上です。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、引き続き僕の YouTube をチェックしていただければと思います。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた 通信です。ロボタクシーではないですが、テスラのシェアカーは日本でも始まっています。それが僕テスの都市さんが運営しているボクシブシェアです。僕もこの授業は素晴らしいと思っていてお手伝いをさせてもらっています。ぜひ旅行に行かれたり、ちょっとテスラを試してみたいなと思われたら、ボクシブシェアでテスラを借りてみてください。すべてのステーションで使えるわけではないですが、県1号。 このクーポンコードを使うことで15%のオフになります。これは将来的な日本でのロボタクシーに向けての取り組みでもありますので、ぜひどんな感じなのか、テスラが最初からこのようなことができるような仕組みになっているっていうのもね、驚くと思いますので、機会があれば試されてみてください。はい、では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた